はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。南房総にやってまいりました。はい。で、今日本当は沖磯に渡る予定だったんですけど、強風のため出船停止になって。なりましたね。はい、南房総の地理層を見て回ろうってことで、ね、いくつか見て回ったんですけど、はい、あそこに見えるのが岩島です。おお、岩島。有名ですね。はい、そこいいんですけど、大潮になると道が遮断されちゃうんですよ。うん、先生大丈夫ですか？オープニング撮ってます。どこが岩島？どこが岩島ですか？一人入ってますね今。あ、そうですね。ルアーマンがさっき入りましたね。あ、明日渡船できることを信じて。信じようよ。今日はちょっとこの磯で。そうですね。この地磯で遊んでいきたいと思います。はい。はい、前回泉先生。36.5 の目品を映ってますね。今日はテーマがあります。お、今日はキワキワを狙う。おなんか学んだんですね。あと自分で仕掛けを作る。お、ついに。じゃあ今まで作ってなかったってことですね。あ、それバレちゃいました。じゃあ今日はそういうテーマでやってくるの。そうです。前回釣れたからちょっとテーマを持ちたいと思い出しました。素晴らしい。素晴らしい。うん、だって私だけ釣れたもんね。3匹も、はい、2022年私はまだ能面者です。頑張りましょうね。はい、それではエンジョイジャパンスタートです。エンジョイジャパン。62キロだって。62キロ、うん、62センチじゃないよ、62キロ。いよいよ出船です。なんとエンジョイジャパンを見てくださってるという方から声かけられてしまいました。はい、嬉しい。入門島かな。はい、泉先生。はい、今日のテーマは何ですか？今日は自分で作った仕掛けでキワキワのキワに落とす。お、この間角掛けでいい思いしましたからね。それで。そうなんです。キワ好きになったんですね。そうです。はい、どういう作戦ですか？大物はキワにいる。お、名言出ました。第一投目お願いします。よし、今日はキワキワを攻めるぞ。さあ今日はどうなることでしょうか。あれ、もう怪しくない、怪しくない。おお、すごい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 。瞬殺。すぐ来たでしょ。すぐ来たね。まあ言った通りじゃん。でもフグじゃダメでしょ泉先生。フグでもいいんですか？先日40センチのメジナを釣り上げた坪健師匠です。俺やで。よっしゃー、ありがとうございます。初黒鯛です。やりました。あのメジナじゃなかったですけど。いや、いいと思いますよ。いや、初めて、うん、うん、ちょっと小ぶりですけど、いいね、初めて黒鯛釣りました。ありがとうございます。でもまだ能面師なんだ。あ、いいよね。でも黒鯛釣っておめでとう、おめでとう。でも能面師なんだ。
おめでとうございます。ありがとうございます。引き続き行きましょう。はい。ここそうだね。もっといいとこあるよ。絶対ポイント。さあ泉先生の様子を見に行きましょう。これは何ですか。泉先生の仕掛けフグしか釣れないですね。はい。フグでも釣れればいいのかなと。自分で作った仕掛けでもフグは釣れます。それが一番の発見です。お昼ご飯をご紹介します。はい。今日はパワーをつけるためにこんな感じです。ほら。黒柳徹子さん、これは何ですか？ほらね、あのね、鮭のお弁当です。あ、美味しそうね、これ。いいです。今日は鮭のお弁当なんですね。はい、そうなんです、はい、じゃあこれを食べて後半戦にも臨みたいと思います。はい。これ美味しい。いろいろ入ってる。ちくわも入ってるし、鮭の下にはおかかも入ってる。大事なやつ、大事なやつ。まさかー、こら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 。大事なやつ、大事なやつ。こんな大きいね、サメが。こら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 。こんな大きいね、サメが。こら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 。おめでとう。やっと来た。いやー、長らくお待たせいたしました。2022年、初メジナです。明けましておめでとうございます。おめでとう、やった。やっぱり初メジナはここでした。ところでさ、泉先生、はい、ちょっと、初メジナの余韻をちょっと持たせてください。もういいよ。見ました？あの、サメ取れた？いや、わかんないけど、なんであれ、なんであれって言って、もう、過呼吸になりそうだった。やっとの思いで、この一匹。いやー、よかった。いいメジナだね。うん。メジナっぽいです。アロハサイズ。まあまあ、でも久しぶりにメジナと遊んでます。
じゃあ泉先生、はい、先ほど釣れたメジナとクロダイを早速測ってみましょう。はい、まずメジナから。はい、30弱。大したことね。まあ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 、あの今年初メジナですから、はい、これでよしとしましょう。はい、はい、じゃ続きましてクロダイ。はい、初クロダイです。クロダイはね50センチ以上になると年なしって呼ばれるらしいんですよ。もう出てんじゃないですか。わかんないですよ、50センチあるかもしれないですよ。はい、じゃあ測ってみましょう。はい、50弱。全部50弱じゃん、そしたら。全部50弱で、まあ、残念ながら50センチには及びませんでした。はい、はい、まあまあでもね、初めてのクロダイ、はい、そして2022年初メジナ、おめでとうございます。はい、なんとかゲットしました。はい、まあいい一日でしたよ。はい、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。